衆院選は27日に投開票を迎えます。 JR 静岡駅では今朝投票を呼びかける啓発活動が行われました。27日投票日です。お願いします。 JR 静岡駅では衆院選の投票日が書かれたクリアファイルが配られました。県によりますと2021年の衆院選では10代と20代の投票率がいずれも 30% 台だったということです。啓発活動には若者選挙パートナーに所属する大学生も参加し、若い世代に投票を呼びかけました。投票よろしくお願いします。18歳で高校生の方で有権者の方は、部活動とか、投票日にあるかもしれないですけれど、期日前投票の制度などもありますので、ぜひそちらもご活用ください。